今日はですね、学校の友達が、誕生日プレゼントに、じゃじゃん！一蘭の半の豆をくれました！ありがとう！ということで、今回はこの半の豆を作って食べていきたいと思います！イエーイ！はい、中には、半の豆が2袋と、スープ、A と、スープ?秘伝のタレ。B が入ってます。はい、早速作っていきます。玉を作ってきました。えい、ちょっとスープが減りすぎちゃったのかな。焼きそばみたいになってます。替え玉はしっかり湯切りをしないと味が薄まってしまいますって書いてあったから、ザルに出してしっかり湯切りをしました。ごちそうさまでした。一蘭の半生麺めちゃくちゃ美味しかったです。前に一蘭のお持ち帰りの乾麺の方の動画を上げさせていただいたんですけど、それよりリアルでした。はいはい、今日も最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。